アパッチメソスは、コンピュータクラスターを管理するためのオープンソースプロジェクトである。カリフォルニア大学バークレー校で開発された。当初、メソスは、UC バークリーラジアンラボの研究プロジェクトとして、PhD の学生だった、ベンジャミン・ヒントマン、アンディ・カンビンスキー、マテーザ・ハリアと、教授のイオン・ストイコにより始められた。学生たちは、デビッド・カラーが教えていた。 授業のプロジェクトとして開発を始めた。はじめはネクサスという名前だったが、他の大学のプロジェクトと名称が被っていたため、メソスという名前に変更された。2009年のフォトクラウド0級において、アンディ・カンビンスキーによって、メソスに関する初めての論文投稿と発表が行われた。その後、2011年のユズニックスシンポジウムオン、 ネットワークとシステムズデザインインプラメンテーションのカンファレンスにおいてザハリアによりより成熟したプロジェクトになっていることが発表された。この時投稿された論文はメソス A プラットフォームーファイングレインドリソースシェアリングインザデータセンターバイ・ベンジャミン・ヒントマンアンディ・カンビンスキーザハリアア・アリゴードシーアンソニー・ディ・ヨゼフ・ランディ・カッツ・スコット・シェンカー イオンストイコである。2016年7月27日、アパッチソフトウェアファンデーションは、バージョン1の公開を発表した。このバージョンでは、Docker, RKT, a p p c のインスタンスを集中的に供給する機能が追加された。メソスは、Linux のクグループスを活用することで、CPU、メモリ、IO、ファイルシステムの隔離を実現している。 メソスは Google のサービスを管理、分散処理するために Google 内部でプライベートに使用されている防具スケジューラと比較できる。Apache Aurora は長期間の実行サービスとクロンジョブのためのメソスフレームワークである。Twitter が2010年に開発し2013年後半にオープンソース化された。数万ノードのサーバーにスケールすることができ、サービスの設定に ドメイン固有言語を使用するなど、防具との類似点を多く持っている。クロノスは、ジョブ間の依存関係を宣言できる、柔軟な分散クロン、ライクシステムである。マラソンは、数千台の物理サーバーにスケールする、プラットフォームはず、A サービス、または、コンテナオーケストレーションシステムを促進するためのもので、ある。完全なレストベースのシステムであり、 かなりスタイルのデプロイとデプロイとッポトジを可能にする。プログラミング言語スカーラで書かれている。ソーシャルネットワーキングサイトのツイッターは、ヒントマンがツイッターエンジニアのグループで発表した後の2010年からメソスとアパッチオーロラを使用し始めた。エビインビーは2013年7月からアパッチエデュープやアパッチスパークなどのデータ処理システムを実行するために メソスを使用していると話している。2014年4月、インターネットオークションサイトのイーベは、メソスを継続的インテグレーションを開発者ごとに実行できるようにするために使用していると発表した。カスタムのメソスプラグインを使用することで、開発者自身がプライベートのジェンキンスインスタンスを起動できるようになったと説明している。2015年4月、アップルはシリが 独自のメソスフレームワークのジャービスを使用していることを発表した。2015年8月、ベライゾンはデータセンターのサービスのオーケストレーションにメススフィアの DC-OS を選択したと発表した。2015年11月、イエルプはメソスとマラソンを1.5年間本番サービスで使用していることを発表した。ソフトウェアスタートアップのメススフィア、インクは アパッチメソスに基づいた分散オペレーティングシステムであるダタセンター、オペレーティングシステムを販売している。2015年9月、マイクロソフトはメススフィアとの商業パートナーシップを結び、マイクロソフトアズール向けのコンテナスケジューラーとコンテナオーケストレーションサービスを構築することを発表した。2015年10月、オラクルはオラクルコンテナクラウドサービスでのメソスに対する、 サポートを発表した。ありがとうございます。